皆さんこんにちは、ニューロン TV のお時間です。はい、お待たせしました、第4回目にしてですね、私の、ゲーム制作の講座を開くことができました。イエーイ。はい、で今回はですね、シューティングゲームを作っていきたいと思います。 NT 公式サイトにある、チュートリアルの 2D シューティングの作り方をベースにやっていこうと思います。まずは、必要なものをご紹介します。1つ目、パソコンです。 PC、 こちらはですね、Mac、Windows どちらでも良いのでパソコンのご用意をお願いします。スペック多分低くても高くてもどちらでも大丈夫です。で、そして2つ目、 Unity のインストール、こちらはバージョンが 5.5 から使えるそうです。で、インストールするときに WebGL モジュールもインストールしてください。インストールで WebGL ビルドサポートを選択することでインストールすることができます。 Unity のインストールや Unity の起動方法、環境設定の詳細についてはこの動画の説明欄に貼ってある URL、 Unity 公式サイトのこのチュートリアルを始める前にをご覧ください。そして3つ目、今回のプロジェクトファイルですね。こちらも動画の説明欄に URL を貼っておきましたので、そこからインストールしてください。そして4つ目は根気。はい、根気です。Unity はユーザーインターフェース UI が全て英語なので、 Unity の画面を初めて見る方は最初はですね、何書いてるのか分かんないとか思うかもしれません。私も最初それで挫折となりました。はい、ですがね、動画の通りにこう進めていけば完成するので、まあ、根気よくやっていきましょう、私とね。はい、それでは、私もパソコンの用意をしますので、準備が整い次第ね、私の PC の画面を見ながら一緒にゲームを制作していきましょう。じゃあちょっと待っててね。はい、よいしょ、ここをこうして、はい、あ、そうそうそう、はい、はい、ということですね、じゃあ 2D シューティングゲーム制作していきたいと思います。いや、まず先ほどの、2D シューティングゲームの、アセットを開くとこんな感じになってますね。はい、でこれのまずデモを開くとこんな感じになってて、まあゲームをこうですね、一回ちょっとデモでやってみましょうか。プレイス X を押すと始まります。基本これですね、 WASD で移動するか、もしくは十字キーで移動するって形になってます。なるほど。ちゃんとやっぱりユニティさんがこう作ったゲームなんで、すごいしっかりとしてますね。あ、あれ？あ、あ、いなくなっちゃった。あ、あらら、あれ？なんか、サイドに行くといなくなってしまうっていう現象が起こる。で、まあこんな感じで、まあ、作っていくんですけど、まあ、今回はですね、私の、キャラクターとかをこうこれに出して、あとまあ設定も少し変えていきたいなと思います。ちょっと噛んじゃったね。じゃあまずはプラットフォームの変更からいきましょう。プラットフォームを PC から WebGL ってことで、まずプラットフォーム、あ、ビルドセッティングスの、まあ、ここですね。あ、僕はもうなってるんですけど、最初は多分ここに位置してるんですけど、でこれを WebGL にしてスイッチプラットフォームを押すと、まあこんな感じになります。で、大事なのが最初はここのフリーアスペクトってなってるんですけど、これを Web の600、450っていうのがあるんでね、これを最初は皆さんがこう手打ちでやっていただいて、こんな感じでなります。多分これでデモプレイするとちゃんとできると思うんですね。ちょっとやりましょう。先ほどサイドに行ってしまうと、キャラクターがこの戦闘機がこう隠れてもう戻ってこれなくなるっていう現象を、しっかりここでここまでしかちゃんと行けなくなって、バグがなくなるんですね。こんな感じで、はい、ということで、
まあそんな感じで、ここのウェブの 600×450 は忘れないようにお願いします。ではですね、先ほど、作った、このニューロンドットってあれですね、私のこのイラストと、あとちょっとガレージバンドの方で BGM を作ったので、それを入れていこうかなと思います。でまず最初にこのニューロンドットインポセッティングス、これですね、元があるのが、スプライトのこのスペースシップ、これですね、こんな感じで、まあ、要するにジフ画像みたいな感じになってます。こういうバーナーっていうか、端っこがシュワーってこうねなる感じで、そのコマ撮りを多分このゲームやると分かるんですけど、ここのこの部分ですね、こここういったところをまあ作っているわけですけど、まあ私も3コマぐらいのまあチャチーですけどね、そういうのを作ってみました。はい、では入れていきましょう。ちょっとね忘れちゃったね。一回これを、あ、違う、こっちじゃない、これを、スプライト 2D& UI、 はい、これあってね、でシングルがこれ丸タイプだったかな、そしてスプライトアニメーションの作成だから、あ、これはスプライトで合ってているか、で丸タイプ、複数はこれは50にしときましょう。ピクセルパーユニットは50。はい。まあ、ユニットでこう、あれですね。1ユニットは1メートルを表すと。ピクセルパーユニットは、ピクセルとユニットの関係性を表すものです。なるほど。はい。じゃあ、このスプライトエディターを押します。はい。じゃあ、ブライ。変更したので。はい。こんな感じになってますね。で、このスライスを押します。で、オートマティックにして、まあ、今回オートマティックにして、でセンター、はい、で、これスライス。そうすると、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、よいしょ。ここ見えますかね、このグリッドみたいな。これが線で出たら大丈夫ですね。はい。で、そしたら、アプライを押します。はい、できました。これか。こっちのタブを閉じちゃって、こんな感じで1個ずつできました。です。この下のバーナー、これちょっと文字が入っちゃっても見えないですけど、こう、わーって、こう、ちっちゃいのからどんどん大きくなるみたいな。こういったちょっとドットでジフ画像を描いてみました。こっちもですね、一応これ敵キャラみたいになってるんですけど、この顔が、まあ、口が動くっていう感じですね。はい。はい。ということで、まあ、次に、やっていくのは、これをですね、まずじゃあ、先ほど作ったのを、これ0と0、ニューロンドット012をですね、ヒエラルキーの中に入れてます。そしたら、アニメーションコントローラーでいいので、まあ、これは好きな名前でも何でもいいでしょう。ニューアニメーションなんで、じゃあ、ニューロン。で、セーブ。はい、でかいですね。これじゃあちょっと、大きすぎるな。じゃあ 0.3? 0.3。XYZ を 0.3 にしましょう。あー、でもそれもまだでかいですね。もうちょっと。0.1。じゃあ 0.1、 あーじゃあ 0.05 の 0.05、 0.05 と、これぐらいでどうしようかね。まあよいしょ、こんな感じで、できました。でこのニューロンっていうアニメーションコントローラーとアニメーション、まあはい、こんな感じでできます。
ではですね、次にこれができたので、こちらの方はいいのかな、これでニューロンドット、はい、じゃあこれは消しちゃって大丈夫かな。はい、じゃあ一回消します。で、これをですね、まず最初にアニメーションプレイヤー、プレハブのプレイヤー出しましょう。そうすると、ここがスペースシップゼロ、元があれですね、こんな感じでスペースシップゼロが入ってます。これをちょっと待ってくださいね。先ほどの、アセットのこの0を入れていきます。ニューロンドットゼロでかいな、ちょっと。あ、さっきのあれか、縮小してなかったですね。0.05 と 0.05、 0.05、 はい。で、次に、このプレイヤーは、はい、これはいいんですけど、じゃあ一回ちょっとアニメーターで、先ほどこのノーマルっていうのが、通常元から入ってる GIF 画像の動きなので、これは一回消します。で、次に、先ほど作ったこのニューロンを入れておくと、ちょっと試しにやってみますかね。で、あ、ここで一応こう状態ができたら、これでセーブしましょう。セーブっていうか、一回形を取らないようにアプライします。はい、で、これは消して大丈夫です。デリート。はい、ちょっと試しにできるかやってみましょう。できましたね。はい、私のね、宇宙船がビームを打ってます。はいなんかちょっとあれかな、元の戦闘機よりもちょっとキャチーかなまあそこは気にせず。はい、ってことで、よいしょ。はい、じゃあ最初プレイヤーができました。次にですね、じゃあ同じように、敵キャラの方も作っていきます。で、これを、先ほどと同様こちらに入れてアニメーション。あ、こっち、まあ一回ニューロンってやってたけど、じゃあ、ニット置きましょう。はい、でかいですね。はい、まあ、これも消しちゃいます。ポチッと。一応このアニメーションのこれができればいいという話なので、全然こっちは関係ないですけど、じゃあそしたら次に先ほどの、エネミーですね。エネミーのプレハブから、あ、ありました。で、これを置くと、まあ、エネミーが出てくると。で、これに対して、スペースシップで、先ほどの、じゃあこれを入れて、あ、でかすぎるので、サイズを 0.05 にしておきますか。0.05 と、はい。で、こっちのエネミーの先ほどのアニメーションに、で、これもまたさっきと、ノーマルの方、あ、これもさっき戦闘機と同じ名前にしてるんですね。多分ユニティさんの方が。で、ノーマルノーマルなので、先ほど作ったニューロンの2の方、これを入れていくと。はい。で、これで、よいしょ。はい。じゃあ、アプライなんですけども、これですね、多分コライダーが、あ、そう、先ほどやりましたね、コライダー、このポリゴンコライダーとか、ボックスコライダーっていう言われるの、2D、それが要するにキャラクターのその当たり判定に当たるんですよ。ということで、これだと、まあ、ここしか当たり判定がなくて、まあ、なんかここに当たってもダメージを受けない、そういう状況になってしまうので、このニューロンの顔の形に合わせてコライダーを作っていきます。はい、ということで、よいしょ。これ地道なんだな、こうやってね、ちょこっとずつやってくっていうね。
よいしょ、あ、間違えた。よいしょ。まあ最初なんで、まあ軽くこう大まかな大雑把な形で大丈夫です。でね、よいしょ。はい、よいしょ。全然ゲーム作りとかは元がしてなかったんですよ。最近になってこうやり始めてハマっちゃってって感じで、これのねおかげというかせいというか徹夜を結構したんです。はい、こんな感じでできましたということで、これがまあたくさん敵キャラのパターンがあってですね、じゃあこれを、このコピーコンポーネントをします。でこれで一回コピーできますので、他の敵キャラクターにもペーストできます。はい、そしたら、アプライで保存で、これをデリート。はい、ってことで、エネミーの方ですね、スプレハブからエネミー、これはもう出来上がってるのかな。はい、あ、出来上がってますね。ってことで、いろんなパターンのエネミーがいるんですけど、これも同じようにやっていきます。よいしょ。そしたら、ああ、なるほどなるほど。ちょっと一回出しましょう。あ、すごいことになってる。まずじゃあ先に、これ出しといて、まあ、これも出しましょうか。はい、ね、これも出しておきましょう。今何個出した？1,2,3,4,5と、ね、これがまあ敵のパターンですよ。まあ自分でも作れたりするのでね、これは自由自在になってます。はい、じゃあそしたら、先ほどのこれ1個ずつですね、ちょっと手間なんですけど、このエネミーたちに、今スペースシップ4ってね、なってると思うので、これを先ほどのニューロンドットの、はい、3のスプライトを入れてあげて、これを、しようかな。まあ、大きさもいろいろ変えられるのでね。はい。まあ、とりあえずは、こいつしましょう。これはでももうニューロンが入ってるので大丈夫ですね。はい、ではこれでエネミーの、あとこれのポリゴンコライダー、これをこれにすると、ちょっとよく見ると、あ、ちょっと顔キャラクターと被ってますけど、顔の形になってます。でこっち側はいらないのでリムーブコンポーネントと。はい、でそしたらこのウェーブの方ですね、でアプライで、これは消しましょう。はい、じゃあ次ウェーブ2。わ、すごいエネミーだ。あー、なんかもういろいろね。そしたらガーセットのこれを入れて、どうなってんの、うわすごい。はい、レブンドと、これも、このポリゴンコライダーの、まずニューにして、こっち側上の方、古い方は消して、はい、こんな感じですね。いきます。そしたら、ウェーブ2をアプライと、やって、デリート。はい。まあ、すごいちょっと地味なんでね、地道な作業なんで、視聴者さんにはすごい退屈かもしれないですけど、やってるとね、結構楽しいんですよ、これ。あ、違う違う。3入れて、よいしょ。
と、これどこだ、大丈夫ですね。はい、トロイさんもちゃんとフライして、はい、あと2つですね。これを見ていきましょう。あ、これも結構多い。あ、これ多分横から左右から来るのと、上下から上下っていうか上から下にこう降りてくるキャラ、敵キャラっていう移動動作で出てくるやつです。ウェーブ4。はい、これも、あ、違う違う違う、よいしょ、よいしょ、はい、うわ、もうすごいシンメトリー、シンメトリーって言っていいのかな、すごいですね。うわ、細い。よいしょ。で、消して、こんな感じでね、できたので、消す前に保存して、はい、デリート。で、最後、あ、一番でかいですね、キャラクターも。これはちょっとサイズ変えた方が良さそうかな。よいしょ。はい、すごいでかい。もう、触んなからなおさらでかい。もう、1でも結構でかいな。そしたら 0.1 とかどうだろう。よいしょ。まあ、まあ、いいでしょう。0.05 なんでね。元が、まあ、倍のサイズということで、大丈夫かな。そしたら、ポリゴンコレダーを。まあ、そうです。大きさもでかくなっても小さくなっても、コライダーが別に、こっちのサイズとリンクするので、大きいサイズになれば、コライダーもでかくなるしという形ですね。まあ、普通か。はい。で、これは、消してと。はい。5の上の方をクリックしてから、プライ。で、デリート。はい。できました。ってことで、まあ、ちょっと試しにやっていきますか。シューティングゲーム。さあ、どうなってますかね。おほほほ。私が、口パクパクしましたね。すごいすごい。おほほほほ。なんかすごいシュールですね。私の顔がたくさんあって、なんか、すごい、ちょっと悲しいような。自分でやってきながら、おっおっ、すごい、口から、鼻から出してるかな、これ。あ、あれ、あ、ちょっと待った。判定がない。キャラクターに判定がない。これは、あ、そうでした。忘れてました。プレイヤーの方にコライダーつけてないですよ。そしたら、プレハブもう一度見ましょう。プレハブのプレイヤー。これですね、多分、コライダーが、ボックスコライダーが、なってるのかな？ちょっと、よいしょ。多分、コライダーがちっちゃい状態なので、よいしょ。これ、あ、ボックス、そうなんですよ。プレイヤーの方はボックスコライダーなんですよね。なんか多分僕もよくわからないですけど、多分敵キャラの方がメッシュじゃないや、ポリゴンコライボックスポリゴンコライダー 2D を使ってるからなのか、なんかこっちではボックスコライダーなんですね。ちょっと私はすいません、あまりよくわからないんですけど、なぜボックスの方を使うのか。まあでもボックスコライダーの方はこうやって線を引っ張ってて、ヨイーンってやっていくとできるんですよね。こんな感じで。さっきも豆粒みたいなね、値判定だったので。いや、豆粒でも当たらないんだかっていうぐらい。これで、よいしょ。あ、これが入れちゃダメですね。トリガー。で、OK。そしたら、ここをアプライして、デリート。さあ、これでちょっとできるかやってみましょう。できると思うんですけど。ちょっとやられてみますか。あ、OK です。で、
ミーティング時間は3秒間あるので、その間はチカチカしてて、こんな感じで貫通します。っていう風に、まあ、できましたね。はい。いただきました。イエーイ。はい。じゃあ、こっからですね、ちょっと、まあ、少しいじっていきましょう。あと、このタイトルですけど、今、シューティングゲームって名前になってるんですよ。これを自分でテキストをいじると、例えば、VTuber の、私のね、宣伝みたいな感じで、VTuber ニューロンと入れると、こんな感じで、文字がちゃんと出るんですよ。これはすごい、もうテキストを打つだけで出るのでね、別にあの、マテリアルがあるわけでもなく、そういったこう GUI テキストっていうのがあるですね。これはすごいなんか、最初見たときびっくりしました。だからこれで、X ボタンを押してねっていう意味合いと、ゲームタイトルに再生できて、まあ、やられるとまたそれが表示されるっていう、そういうプログラミングになってます。これタイトルのね、中に入ってるんで、覚えておいてください。で、スコアも、こちらにあるんですけど、ハイスコアとかもここに出されてて、記録されになってて、こっちが今まで倒した数となってます。はい。じゃあ、あとはですね、キャラクターの、あの、体力とかも設定できるんですよ。例えば、このウェーブ。これですね。これなんかも、ちょっと一回出しましょう。よいしょ。これです。ここの、スクリプト C シャープの、このエネミーですね。はい、ここです。HP がまあそのキャラクターの体力に値して、ポイントってのがここの、さっきの、ここです。ポイントに当たります。なので、その1体を倒すと、これだけのポイント得られるよっていうのが、このキャラ1体ごとについてて、このキャラクターは、HP が10で、ポイントが100。これ、例えば、ウェーブ2だと、まあ、大量にいて、ちょっとは、お分かりになったか分かんないですけど、これなんかもね、体力多分少ないと思うんだな。HP 用の、で、ポイントが100。こんな感じになってます。ポイントは一緒なんだ。へぇ、うん。これも、自分で設定変えられるんで、例えば、これはもうちょっと体力上げてみようかな、つって。で、これも150ぐらいにしとくかな、つって。やっておくと、はい。まあ、体力が上がったり、ポイントも、それで得られるポイントも上がると。ここで、まあ、要するにゲームで面白いところを出したりしますね。あとは、じゃあこれはいいかな。アプライして、これもアプライと。はい、じゃあこれ。あとはですね、じゃあこれでちょっと試しますか。これの、例えば、よいしょ。エネミーがこんな感じでいるんですけど、このキャラクター、もう一個欲しいなっていう時に、まあ、コマンド C でコピーして、コマンド V でペーストすると、こんな感じで出てくるんですよ。で、ここの移動キーを押して、ここに出すと、これでもう、表示されるんですね。そのキャラクターが、もう1体増えるんですよ。だから、キャラクターも自分の出したいところに出せるっていう、コピー&ペーストとか、その移動、置く場所に次第で。なので、こうやって敵の配置も自分で変えられたりと。で、ちょっと僕はふざけるのが好きなので、このキャラクターに関してはちょっともう、どうしようかな。0.1? いやー、あった。0.1? いや、足りないな。1。1。1。あー、でも画面いっぱいになっちゃうかな。まあ、あとはこれキャラクターかぶっちゃうかもしれないから、ちょっとこっち側に出して。ここ、じゃあ、10にしますかね。いや、8ぐらいにしましょう。はい。まあ、ちょっと後でのお楽しみで。でこれも、ポイントもね、体力も。ちょっとね、一回ロケ班じゃないけど、試したときに、なかなか高す、上げすぎても結局スクロールする間に倒せないとかもあったので、とりあえずここは、まあ、500ぐらいにして。
しといてましょう。で、ポイントも、まあ、これぐらいなので1000ポイントは欲しいですかね。1000ポイントぐらいはまああってもいいんじゃないかっていう感じがします。あとは、あ、そうそうそう、あのスペースシップのこのショットディレイとかもスピードとかもですけど、これが見る球の速さだったり、そうですね、ショットディレイを上げれば上げるほど球が連射速度が上がるっていう、だから敵キャラの球の連射速度もこれで上げられるんですよ。ということで 0.1 ぐらいにしましょうか。 0.1 はちょっと早いかな。 0.2、 いや 0.1 にしましょうか。はい、こんな感じで、これとか、あとはまあせっかくなんで、まあこの上の3体もちょっと大きくしておきますか。0.1、0.2 ぐらいしましょう。はい、でいいのかな。これは最後のブルーのところをしてライト。はい、そうするとここでも見えますけど、めちゃくちゃでかい顔がねここにあるっていう、この細かいサイドにあるのと見づらいね。まあやってるのは分かります。やってみたら、で最後これウェーブ5、これ多分最後に来る敵キャラですね、中段なんですけど、あと別にあの画像を貼り替えれば、あのこれじゃなくても他のキャラクター敵キャラでもできるので、別にワンパターンじゃなくてたくさんのキャラクターができます。だからあの一つだけ違うのにしてこうボスキャラにしたりとか、そういったところもできますね。はい、じゃあこのウェーブ5に関してはどうしようかな。最後めちゃくちゃなんかすごい出現するとかやったら面白そうな、やってみようかな。じゃあ渋いな、ね、こいつもねこうやって遊び心でやっちゃうからね。はい、これよいしょ、なんか固まったりしないかな、多すぎて。あ、ちょっと待って、よいしょ、これとこれと、これを、よいしょ、これをなんかボーリングのピンみたいにね配置しておきましょうか。ボーリングピンにしたらちょっと少ないかな。まあこんな感じで、でクソゲー感を出したいので、そうクソゲーをねちょっとやる。これポイント2000って高いな、すごい。これは別にもうだって1体、あ、ポイント0になっちゃった。1体2000だったよなさっきのな、ちょっと多すぎますね。ということでポイントをじゃあ500にし、あー1体そうだな、じゃあ300にしましょう。でこれの体力も100で、多分100あれば、うん、十分かな。すごい、あると思う。じゃあ、敵キャラの方はこんな感じで、設定を完了しまして、はい、そしたらですね、じゃあ、プレイヤーの方もちょっと変えましょう。あれなので、ショットディレイは、でもこれかなり 0.05 なんで早いですよ、もう。0、そう、0に近づけば近づくほど早かったかな。で、そしたらこの次プレイヤーバレットですね、よいしょ、これを今2発なんですけど、あとはこれあの移動、ここでこんな感じで、そうです、この間もちゃんとついてて、これ変えるとその弾があれですよ、ワイドになったりとか単発っぽくなったりとか、まあ、減らしたらとかもできるので、じゃあ僕はチートはそんな好まないんですけど、じゃあ1個だけ、よいしょ、はい、こんな感じで、あと3つにしましょう。ワイドショットですね。あ、ちょ、確かでも、そうかな、これでいいかな。で、アップライト。
はい。まあでも戦艦の僕がもこの宇宙船ですね、私の乗ってる宇宙船でもどう見ても弾出るって言ったらここの中心しか出ないよなっていうのは感じはするんですけど、まあそういったまあ細かいところは気にせず、うん、いきましょう。はい、じゃあこれもアプライと、よいしょ、デリート。はい、ではやっていきましょうか。どうですかね、まあなんかどうなるんだかは僕もちょっとドキドキしますが、やってみましょうか。はい、じゃあ VTuber ニューロンシューティングゲーム、レッツスタート。お、すごいワイド。まあここはまあまだ序の口のところですね。うん、すごい、もう弾の数が多くなっている分すごい倒すのが早い。おお、ちなみにはね、十字キーで、ああ、十字キーでやってるのですごいやりづらいです。はい、おでかでかで、ちょっと待って、あ、当たり判定か。あれ、こいつ弾が出ないと、ただ笑っている。てか、でかすぎる。あ、ちょっと。おー、出す。おー。弾幕じゃないですか、これ。これ、無理ゲーですね。はい。ちょっと。いや。いや、もうなんかもう、弾幕ですよ。で、また、最初にループするって、まあ、これ、ちょっとね、きついですね。あ、忘れてました。そう、BGM も一応変えられるんですよ。まあ、ショットモードも変えられるんですけど、さっき、そうですね、最初に作ったこれを入れるの忘れてました。すいません。これですね。これを、アセットの、このニューロンシューティングゲームって名前にしてるんで、これで、多分、変わると思います。じゃあ、すいません、ちょっと改めて、ハイスコアを目指して頑張ります。Here we go. よし。ああ、早い。それで最後までやってみる。あ、最後までやりましょう。そっか、ちょっとあれだ、これだと少しあのですね、あのキャラがでかすぎてどうしても判定が当たってしまうような距離になっちゃってるので、もう少し小さくしないと多分快適にプレイはできないですね。ごめんなさい、私の、ミスですね、これは。プレハブ、プレイヤーですね。これ、ちょっと 0.05 がでかすぎるので、これ 0.03 にしましょう。多分それぐらいだったら、あの、まだ、うん、希望はあるかなと。このね、あまりうまく、ゲームがうまくできないおじさんでも、できると思います。はい。あとは、先ほどの、あのキャラクターだけ弾が出なかったな。どうしたら、なんでだろう。エネミー、プレハブの、あ、いたいた、でっかいおじさん。でっかいおじさんのところだけなんか、出てるな。これは大丈夫、エネミーも大丈夫。キャンショットされてないのにもかかわらず出てないという、なんでだろう、何が違うの、よいしょ、キャンショットはされてない、これキャンショット確かチェックしちゃうと、あの弾が出ないとかなんとかってありましたね。まあいいでしょう、
それだったらもういっそのことこっちもワイドにしてるので、ポイントを高めにしちゃいましょう。でもあれですよ、もうちょっといい加減になってきたもうプレイヤーもね、もっとちょっとハイスペックに仕上げちゃいましょう。よいしょ、プレイヤー、あ、こっち、バレット、あれ、これだとどこにあるんだ、あ、ここにあった。これをですね、じゃない、これよいしょ、もう一段階、まあ、こんなにやったらもう強いでしょ。うん、強い強 い, いや、おじさんもうすごい強いと思う。多分ね、弾がこの宇宙船の多分この外側から弾が出てくるみたいな、ちょっと変な形になっちゃうかもしれないですけどね、やってみましょう。はい、これだったら多分もう強強おじさんですよね、おそらく強強ですよ、強強。よし、面白いのかな、うん、まあ、うん、とりあえずやってみよう、ね、これ最後にやって締めましょう。はい、じゃあラストゲーム始めたいと思います。ヘビーゴー。あ、キャラもちゃんと小さくなってる。後ろからもうなんか弾が出てる。まあ、パンネルみたいな、なってますね。ガンダム。うん。うん、ちょっと、当たらないことだけを。ヒットアンドウェイ。あ、ちょ、よし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 。あー、ちょ、よし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 、あ、取り逃した。こいつね、体力強いんだけど、こっちはもう5倍だ、5倍の銀移動。よーし、いけ、いけ、いかない、耳だ、耳攻撃だ。よーし、いざさせた生がな、ちょ、あー、ということで私のスコアは、36,250 点ということです。いやー難しいですね、結構。まあでもこうやって自分でゲームができるって楽しいと思います。うん、すごいどうですかね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたか。え、ちゃんと手順通りにできましたか。ちょっと私もね、このゲーム制作を始めてね、半年も経ってないですかね。なのであの、あまり皆さんにこうしっかり説明伝えられるかどうか不安なんですが、まあちゃんとできてなかったらごめんなさい。はい、すいません。まあ、で、今回の動画を通してですね、私は何が言いたいかというと、皆さんはこうゲームをすることは多いじゃないですか。まあ結構僕もまあ、プレイしますけどね、なんかこうスマブラとかモンハンとかいろいろあるじゃないですか。やるんですけど、でもあんまこうゲームを作るっていう方向に行く人は少ないと思うんですよ、ね。まあ、一部の人は、ね、作ったりとか、あと私よりも全然知識も豊富で、それはそれすごいんですけど、なのでね、そう、僕はこのゲームを作るこう喜びも知ってもらいたいなと思って、今回動画を講座という形でやらせていただきました。なのでね、これからもなんかもっといろいろなゲームを作れたらいいなと思いますのでね、どんどん投稿していきますので、皆さん応援よろしくお願いします。ということで私の今回シューティングゲーム講座は以上になります。また次回をお楽しみください。はい、それでは皆さん、さよなら、バイバーイ。